竜長助は、新末の官僚。字は、隠居。湖南省新霊県出身。皆、豊か2年に、友人の孔忠資源が創設した、祖いさむに加入した。孔忠資源が、安記省、厚生省に、太平天国との戦いに赴くのに従い、孔忠資源の死後も太平天国との死闘を、繰り広げた。皆、豊か9年。 東京を包囲していた石たち海軍を、リー続くよと共に破り、公正安ゼチに抜擢された。さらに、公正不正士となり、翌、皆、豊か十年には、公正準部となった。在任中には後期を粛清し、水軍を起こし、大政国軍を破り、商業を進行して、税収を増加させた。同治元年、両好総督に就任したが、すぐに、 直霊総督に天民となり、年軍や白蓮教徒との戦いに当たった。同治7年に故郷に戻ったが、同治10年に関東順部に起用され復帰、さらに後世順部に移された。この頃からフランスのベトナム侵略が活発化しており、警戒に当たった。当初元年に雲気総督へ移動、在任中にはマーガリー事件が発生している。 高所九年に引退。死後、竹誠の死後を送られた。著作に、竜武主審公遺書がある。ありがとうございます。